皆さんこんばんは。パーソナリティの夢の友千代です。はい、この番組は東京仕上げにあるここワロップ放送局から生放送でお届けしております。放送は毎週木曜日ですよ。魔法の時間18時半ということで、マジカワーの素敵なひとときを千代と一緒にお過ごしくださいませ。そしてこの番組は温かさや癒しをテーマに千代がひたすら一人で語っちゃうトーク番組です。千代が毎週さまざまな企画に挑戦したり、皆さんからのお便りをもとにお悩み相談をしたりと、とにかく素敵な時間をお届けいたします。はい、さて本日は2月の8日ですね。放送は第213回目ということで、いや2月8日って何の日かなって思って、たまにはいいかなと思って調べてみました。ということでね、あんまりやったことないコーナー、今日はねちょっと花言葉とか、なんか2月8日にちなんだお花の話をしてみたいと思います。本日はですね、2月8日は、いろんな花があったんですけど、中にもシャクヤクという花がありました。それがこちらですね。あ、出てきましたね。え、綺麗なお花ですね。なんかピンクで花びらがたくさんで、なんか椿みたい、かわいい。はい、でこのお花なんですけど、西洋の花言葉がシャクヤクで、恥じらい、はにかみ、あと思いやりだそうです。あー、思いやりってちょっと大切ですよね。まあ、恥じらい、はにかみは、はにかみ屋の妖精がこの花に隠れたところ、花も一緒に赤らんだというイギリスの民話に由来する説や、夕方には花を閉じてしまうことにちなむという説もあります。なるほど、だからはにかみなんですね。閉じてしまう、なるほどね。まあなんかこの誕生花、2月8日の他にも5月14日と7月24日があるそうです。ちょっとシャクヤクを見たときはちょっとはにかんでみたいと思います。ではでは一旦 CM です。お便りはメールアットマークワロップ .co.jp でよろしくお願いします。では続きます。さて、東京仕上げにあるワロップ放送局より、私夢の友千代が生放送でお送りしております。千代のマジカワーでパラダイス。ちょっと CM 中ですね、ぼーっとしてまして、すごい不意地なとこもちょっと見せちゃったかもしれません。はい、ということでですね、今日は2月じゃないですか。で、来週のね放送が15日なんですよ。なんでね、せっかくバレンタインの話しようと思ったんですけど、来週がもう14日過ぎちゃうので、今日バレンタインデーにちなんだお話を、お話というか楽しんじゃおうのコーナーをしたいと思います。イエーイ。ということでね、バレンタインデーといえば、私よくガトーショコラをなんか作った思い出しかないで、メレンゲをねよくね泡立ててた中3の時とか、なんかめっちゃ頑張って作った思い出があります。おー、ということでね、なんかそういうバレンタインデーをきっかけに、なんかお菓子作りが好きになって、なんていうんだっけ、あれ、お菓子を作る、専門学校、まあそういうパティシエの専門学校行ったりとかね、なんかバレンタインデーがきっかけでそういう道を目指す人とかもいますよね。私もね、アップルパイとか作って、なんかパティシエいいなと思って一回ちょっと夢見たことあります。ということで、そんななんか影響力の多いバレンタインデーなんですけど、今日はなんかホワイトボードがあったので、なんかキャラとか作ってみたいと思って、はい、バレンタインのキャラクターをですね、バンちゃんさんと一緒に作っていきたいと思います。はいすいません、いきなりお願いします。無茶ぶりなんですけど。いえいえ。はい、バレンタイン好きですか、バンちゃんさん？もらうなら好きですですよね、作るの大変ですよね。大変。買う派にしました、私も。あ、そうですよね。ギリチョコとかなんかいっぱいありますもんね、うん、ということで、なんかバンちゃんさんのアドバイスを聞いて、私書いていきたいと思うんですよ、この真っ白なキャンパスに。なるほど、そういうコーナーなんですね。そうなんですよ、ちょっとバレンタインデーを作っちゃおうみたいな感じです。はい、ということで、まず男の子か女の子か、どっちがいいと思いますかね、キャラクターって。書いていきたいと思います。キャラクター、はい。でもバレンタインは女の子がメインかな。はい、あ、そうですよね、うん、じゃあまず女の子を描いてみようかな。ですね、まあ顔はこんな感じでいいかな。すいません、ちょっと私が
女の子ですもんね。できるかな。あ、輪郭ちょっと描けました。これできるまではバンちゃんさんも見れないので。あ、なるほど、はい、楽しみにしてます。アドバイスでどうなっていくのか楽しみですね。それでですね、ちょっと強めと弱めどっちがいいですか。強めと弱め。何を思って。いや、その女の子の雰囲気が強いのか弱いのかどっちの方がいいのかなと思って。じゃあ強めで、あえて強めあえて。あ、じゃあ強めでいってみますかね。はい、あえての強めで。ね、どんな風になっていくのかな。こんな感じでいいかな、強めってね。じゃあね、目が大きいか小さいかはどうします。どうしましょうね、はい、じゃあ千代さんのように大きい目でお願いします。私大きくないけど。よし、じゃあちょっと大きく描いてみようか。女の子ですからね。そうですよ。うわぁ、なんか、あ、こんな感じか。あの、ちょっといろいろなことにね。女の子だからまつげとか足した方がいいのかな。まつげあった方がいいですね。うん。ごめんなさい、一人で描いて。楽しんでますね。ちょっと楽しくなってきちゃったな。はい。じゃあね、次。身長が高いか低いか。はい、身長、はい、絵ですよね。絵で、絵な感じで、はい、身長か、はい、低い感じでいきますか。あ、低い感じで分かりました、はい。体は細いか太いかどっちがいいですか。それはどうなんだろう。リアリティを求めるなら細さですけど、はい、ちょっとデフォルメするのであれば、ちょっと丸っこい感じでもいいかなと思います。丸っこくしますか。じゃあ丸っこくしてみてください、はい、確か低いですよね、身長が低く丸っこい、はい、分かりました。二等身とかになりそうですね。ね、そうですね、ちょっと、はい、あ、こんな感じか。おお、だんだんできてきましたね。身長が低いからこんな感じでいいのかな。ちょっとおかしくない。で、あとは、笑ってるか怒ってるか悲しんでるか、あと喜んでるか、どれがいいですかね。喜んでいてほしいですね。喜んでいてほしい。じゃあ、はい、こういう感じで。あ、口大きめと小さめどっちがいいですか。そうですね、でも目大きくしたから口ちっちゃめで。あ、わかりました。はい、まあこんな感じ。なんかできましたよ。はい、じゃあちょっとこういう感じになりました。じゃじゃーん、どーん。うわ。まずですね。ちょっと作ってる時自分で笑っちゃったんですけど。なるほど。そう、まずね、怒ってるか怒ってないかはあの眉毛で表現しました。なるほど。でね、ちょっと太い方が分かりやすいかなと思って。なるほど、確かに。はい、で目も大きくして、一応女の子だったんでまつ毛付け足してみたんですけど。これさ、なんかもうなんかできたのはいいんですけど、なんかちょっと怖くなっちゃいましたね。あの、背高くしなくてよかったなって思います。あ、うん、高くしたらね、ちょっと面白かったかも。そう、ちょっと余計怖いかもしれないですね。あ、怖いですかこれ。いやいやいや、ちょっとですよ、ちょっと怖いです。ちょっと怖いだよね、これ、うん、なんかね、高くしたらスカイツリーみたいになるかなと思ったんですけど。いや、でもね、リボンとかついてるから。リボンついてるけど、うんうん、これなんていう名前にします。名前ちょっと難しいですね。命名、名前が一番難しいですね。ねえ、名前が一番難しい。これさ、結構男なのか女のかちょっと分かんなくなっちゃいましたね。その眉毛が凛々しいからですかね。ねえ、ちょっとね。ちょっとこの喜んでる顔、ちなみにこっちの方がいいのかね。こうちょっと悪い感じになっちゃった。難しいですねってね。いいですね。ありがとうございます。ここ押し上げなので、はい、命名が押し上げつけましょうか。押し上げつけますか。はい。押し上げバレンタイン、バレンタンコ？バレンタンコ？長い。長いですね。はい。バレンタイコにしました。バレンタイコ。じゃーん。なるほど。はい。ということで、こんな感じで。今日はバレンタイコちゃんと一緒に、繰り広げていきたいと思います。ご協力ありがとうございました。はい、で、コメント来てますね、ありがとうございます。
2月8日は千代さんを見てニヤニヤする日です。あ、うまいですね、ありがとうございます。バレンタイコちゃんがちょっと笑ってますよ、ほら、はい、ちょっとあの笑顔になりたいときはこの顔見るといいですよ。で次、かかし号さんありがとうございます。今日は郵便マークの日らしいです。あ、そうなんですか。じゃあちょっとなんかここら辺になんか郵便マークでもつけておこうか。あ、こういうのいかがだろうか。なんか腹筋みたいになっちゃいました。押し上げの郵便マーク、成平なんで、成平の郵便番号をちょっと調べてみましょうかね。郵便番号、そっか、今日あれなんですね、郵便番号の日だったら、あ、郵便マークの日だから、なんかあの手紙とかを送るといい日なのかもしれませんね。でね、ここね、押し上げの、な、押し上げって墨田区ですよね。墨田区の、ここ、実はこれ押し上げのここ住所がね、こう行に平田って書いて成平なんですよ。成平って読むんですよ、これだからね、このなんか読めないですよね。最初行平だと思ったんですけど、あれ、成平、あ、たじゃないな、成平、成平はですね130-0002なので、130-0002で4のなんだっけな、4丁目16何番地だっけ。まあなんかお便りがあったらこちらへよろしくお願いします。なんかあのバレンタイン子からなんかどんどんあのお手紙とか郵便番号になっちゃいました、はい、バレンタインデーのコーナーでした。 CM です。東京仕上げにあるワロップ放送局より、私夢の友千代がお送りしております。千代のマジックアワーでパラダイス、はい、ということでちょっと顔をちょっとドアップにしてみました。はい、今日はこの子と一緒に過ごしてみたいと思います。はい、では、お便りが届いておりますのでご紹介しちゃいましょう。ワロップネーム、ねえ友千代が喋ってるよさん、ありがとうございます。千代さんこんばんは。こんばんは。先週渋谷でステーキ屋さんに行きました。会計時にポイントが上がり、ポイントカードがランクアップ、おーゴールドカードになり、次回から毎回ソフトドリンクが1杯無料になりました。人間的にもランクアップしたいものです。千代さんは何かレベルアップしたいことがありますか。今日の曲リクエスト、夢の友千代の虹の街を、ありがとうございます。ですね、レベルアップしたいもの、一番は美意識ですかね。ですね、なんかあんまり自分磨き頑張ろうとかなんか全然そういう欲がなくてですね、ちょっとつまんないんですよね、自分地味だなと思って、はい、でなんかもうちょっとやっぱりなんだろう、髪の毛で遊べるようになるといいな。今日はちょっと遊んでみたんですけどね。で、あとは最近あの渋谷で、ちょうど私もその渋谷でなんかおしゃれ女子を見かけたんですよ。友達と遊んでたらなんかあの女子力高い人がね、隣座ってて、ね、話してるのを見て、あ、すごい髪の毛も綺麗に巻いてるしいいなとか思いました。あ、改めて自分磨き頑張んなきゃなってちょっと思いましたね。あとはあのレベルアップといえばポイントカードですよね。ポイントカードをね、最近なんかどうしても出すの忘れちゃって、コンビニ行くにも何にもポイントがたまんないんですよ。そのポイントもちょっとレベルアップしたいな。昨日ドトールとか行ったら、なんて言うんだ、レシートで当たりが出たんですよ、3倍。あれちょっとドトールのハニーカフェオレを飲んでポイントを3倍貯めたいです。あとはですね、そうそう、ドラクエは私ずいぶん前にやってたんですけど、ずっとちょっとやってなくて、先日いきなりまた久しぶりにやって、ようやくですね全キャラ99まで上げて全員到達しました。で、マリオブラザーズ2も最近買ってやってんですけど、やっとねスターコインっていうのを集めてて、めんどくさい面を飛ばして全部集めたら、全部のなんか面が出てきて、やっと全部クリアすることができたので、
なんかね、ゲームも中途半端でいつも終わっちゃうんで、めげずに諦めずにちょっとそこもレベルアップしたいかと。あとはね、なんだろうな、あとはまあそんな感じですかね、はい、それで終わんのかよみたいな。はい、でリクエスト曲ありがとうございます。虹の街ですかね。ですね、これは私が、先週新曲として出した曲です。よかったら皆さんもこの曲を聴いて元気になっていただけると嬉しいなって思います。なんで今日も流していきたいと思います。それでは聴いてください。夢の友千代で虹の街です。I'm not afraid to die.
虹の町でした。はい、ということでなんかね、今日そう虹にねちなんだねお話をご提供しよう、ご提供、変なこと言っちゃった、虹にまつわる話がありまして、なんか虹の町というあの題名だったんですけど、さっきちょこっと画像で出たと思うんですけど、願いが叶うダブルレインボーっていうのがあるそうです。でね、これね、私たまたまお母さんに虹が出てるよって言われたの、しかもダブルでって言われたから記念になんとなく撮ってたんですよ。これがね、もうすごい結構前の話かな、3ヶ月ぐらい前ですかね。これはね、見た人には幸運が訪れるって願いが叶うって言われてんだって。で、運よく見かけたら心の中で願い事を唱えてみましょうって。でも私その時何にも知らなかったから、あー綺麗っつって写真撮っただけで撮っちゃいました。皆さんもダブルレインボーを見た時はぜひ願いを叶えてください。でね、今日のスカイツリーなんですけど、こちらもたまたま虹でした。これがこちら、じゃじゃん、見ましたよ。はい、虹ですね。あー、最近このレインボーカラーよく見つけるなと思って、スカイツリーどんどんいろんな色が出てきますね。そのうちなんか映画とかがなんか浮き出たら面白そう、等に。はい、ということで、次はエンディングです。あっという間ですね。今日もありがとうございました。ではエンディングです。さあ今週も夢の友千代がお送りしてまいりました。千代のマジックアワーでパラダイス、寂しいですけどエンディングでございます。今日もいろいろありがとうございました。はい、ですね、ちなみにこの押し上げバレンタイコちゃんになんか今ねこれを10秒間見て静かにしてて、お願い事を叶えると叶えてくれるかもしれないですよ、こう。ぜひ叶えてみてください。あとでね、ツイッターちょっと載せたらなんか大丈夫かな、この子。載せてみようかな。はい、ということで今日もありがとうございました。さてここから番組からのお知らせです。はい、この番組千代のマジカワでパラダイスでは番組へのお便りを大募集しております。番組の感想や私への質問、やってほしいコーナーなど何でも構いません。宛先はmail@warop.co.jp でよろしくお願いします。あとですね、このワロスボタンアプリから見てくれる人がちょっといると思うんですけど、ワロスワロスとかなんか押せるみたいなので、よかったらよろしくお願いします。あとフォローとかしていただけるとありがたいです。あとね、今週の金曜日、クロス FM 渋谷クロス FM で、明日ゆうたとゆめちよの改造計画っていうのを、14時から1時間お届けします。よかったら聞いてください。あとですね、今週の土曜日、夢の友ちよのガールズトークでしょうやります。18時からこちらのワロップ放送局3階になります。よかったら観覧見てください。ということでありがとうございました。あ、なっくん見てますよ、社長、バイ社長、社長が見ている、誰だ。かかしさん、虹の町いい歌っすね、 ありがとうございます。そうなんです、2曲ともいい、 ありがとうございます。そう、さっきね、一人じゃないって曲も流れたと思うんですけど、あれもオリジナル曲です。よかったらCD とかイベントで売ってるので、よかったらお願いします。ということで本日もありがとうございました。最後に、このマジックアワーは人間が唯一魔法が使える時間帯とも言われております。来週も皆さんが元気にいられますように魔法をかけてさようならしたいと思います。それではこの言葉でいきますよ、せーの、パープルパープルパープル、また来週、じゃあねー。